皆さん、新年明けましておめでとうございます。株式会社パテントインベストメントの草野です。去年に続いてですね、今年も動画をたくさん上げていきまして、よりですね、皆さんに興味を持っていただけて、かつ勉強になるような内容をアップしていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、今日はですね、いつもと違って、自撮りということで、こんな形になってしまっているんですけども、実はですね、僕今山の上におります。で、なぜ山の上にいるかと言いますと、最初の方の自己紹介でご説明したことがあると思うんですけども、私の父親がですね、神奈川の丹沢山地にある鍋有山という山にある鍋有山荘を経営しておりまして、で、毎年ですね、年末年始はそこで過ごしておりまして、仕事の手伝いということで来ております。で、先ほどですね、ちょうど初日の出が見えまして、若干天気が、良くなくて雲がかかってしまっている部分があったんですけども、無事初日の出を見ることができまして、とても良い新年を迎えることができました。で、せっかくですので、鍋有山荘についてご紹介させていただきたいと思います。こちらが鍋有山荘になります。神奈川県の秦野市にありまして、丹沢山地の、鍋有山の山頂にある小屋になります。で、標高は1273メートルです。で、うっすら今雪が積もってますね。で、こちら、太陽電池になります。これで、発電をして、電気を賄っているということになります。で、こちらの山小屋ではですね、ここにある、旗があります鍋焼きうどんというものが有名でして、これが名物となってます。おかげさまでですね、この鍋焼きうどんすごく最近人気になっておりまして、土日はすごく行列になっています。なので僕も、その手伝いをよくしに来ています。で、もし機会あればですね、ぜひこの鍋焼きうどんを食べに来てください。で、ちなみにですけども、この鍋有山荘はですね、食料とか、あと燃料とか、あとその他備品すべて人力で上げているという小屋になります。通常ヘリコプター使うところもかなり多いんですけども、鍋有山はすべて人力ということになっています。でも僕もですね、その荷物を担ぎながら山を登るという、牧歌をやっておりまして、それで、いろんなお客様をですね、手伝いって、その牧歌をやってくれています。なので、皆さんのおかげでですね、食料や、飲み物などを供給することができてまして、この小屋成り立っているということです。で、もしその牧歌に興味ある方はですね、ぜひお声かけいただければと思います。今こちら小屋の中なんですけども、昨日から泊まっていらっしゃるお客様がたくさんいらっしゃいます。で、今ちょうど朝食の時間でして、お雑煮の準備をしています。はい、それではですね、以上鍋有山荘のご紹介をさせていただきました。ちょっとですね、本日時間があまりなくて、簡単なご紹介しかできなかったんですけども、もしですね、何かご質問などあれば、ぜひ、動画説明欄にあるご連絡先の方にご連絡いただければと思います。で、それからですね、今回の内容は、あまり知財に関係ないと思われる方も多いと思うんですけども、実はちょっと関係がありまして、以前ちょっとお伝えしたこともあるんですけども、僕はこの鍋有山荘にずっと手伝いに来ているという関係で、遭難救助用ドローンのアイデアを思いつきまして、それで特許を取るに至ったということになります。なので、間接的に関係があるということですね。で、そのドローンに関しては最近、いい開発先が見つかったので、それでですね、今後開発しっかり着手していって形にしていきたいと思いますので、そのあたりもですね、また動画で配信したいと思います。で、その他にもですね、他の方との、コラボですとか、あとまた経営者との対談
等ですね、いろいろ興味持っていただけるような内容をですね配信していきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さん素晴らしい1年をお過ごしください。それではまた。もう一段階上がったらもっと見える。あと1分後ぐらい。暑いので見えてきました。お、ドローンが飛んでます。空撮してる方がいます。お、日の出の方も出てきました。お、赤いですね。綺麗ですね。あ、綺麗綺麗。生で見た方が綺麗だよ。お、どんどん出てきました。初日の出出てきました。お、綺麗に見えてきました。ちょっと天気が微妙なところですけども、雲に隠れそうなところですが、まだ見えてます。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。